どうも、とこまかなたです。今日はセンテラス天文館1階にある X シングスというパンケーキ専門のお店に来てみました。では行ってみましょう。こちらのお店自体、自分は最近知ったのですが、1974年にハワイでできた意外と老舗のお店で、パンケーキ以外にも軽食はあるんですが、やっぱり最初はパンケーキを頼んだ方がいいでしょう。なんといってもこのホイップクリームの量が特徴的なんですが、かなり軽めのホイップクリームなので思いのほか食べれますが、パンケーキの量まで考えるとデザートというよりは普通にご飯を食べるくらいにお腹が膨れますので、大食いじゃない方は注意が必要です。今回自分は定番だろうストロベリーを頼んでみました。ちなみにメニュー表はこんな感じです。飲み物はハワイ気分を楽しめるノンアルコールを頼もうと思ったんですが、甘めの飲み物を頼んでしまうとパンケーキが済まなそうだったので、アイスラテにしてみましたが、正解だったかなと思います。実際に食べ始めるとやっぱり味に飽きが来てしまいますが、3つのソースがテーブルに置いてあり、かけることができます。1つ目がメープルシロップ、2つ目がココナッツソース、3つ目がグアバソースです。好みがあると思いますので、さらに取り分けていろんな味を楽しんでみてください。はい、いかがだったでしょうか。今回初めての X シングスでしたが、店内の雰囲気や店員さんの服装、音楽もハワイを演出しており、ハワイの気分を楽しめる珍しいお店だと思います。平日のお昼過ぎでも10人くらい並んでおり、40分ほど待ったので余裕を持って行ってみることをお勧めします。気になった方はぜひ一度行ってみてください。最後までご視聴ありがとうございました。